マジかよ。皆さん、顔なしがついに家まで攻めてきましたよ。家まで。今家の中にもう顔なしがいます。このままだとマジでやばいです。どうも、しゅんすTVです。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ジェニーちゃんとそしてスーパーベビーと一緒にディズニーオフィシャルホテルに泊まりました。そしたらなんと顔なしが現れて、私とスーパーベビージェニーちゃんもすっごくびっくりしたんですけども、とりあえず一瞬で消えました。何が起こったんだか全然わからないですけども、でも今現在スーパーベビーはサニーサイド保育園に送り届けたので、私は今からトイストーリールームに入ってこのことをお話ししたいと思います。なくしてね。さて、トイストーリールームの前まで来ましたよ。旅行から帰ってきて初めてみんなに会いますからね。よいしょ。おもちゃの皆さん、旅行から帰ってきましたよ。いや、聞いてください。あれ、これはなんかみんなで何かやってるみたいですけども、一体これ何やってるんですか？シュンさん、パンフレットどうしたの？今みんなで鬼ごっこやってるんだ。そうなんだ、トトロが鬼でみんなで逃げてるんだ。そういうことだったのか。そうか、トトロが今鬼でみんな逃げ回ってる最中だから、こうやってみんなで楽しく遊んでるんですね。はい、シュンさん。どうしたんですか、スマイリーロックさん。わしとレニーは逃げるのが苦手なので、ここで待機してるんじゃよ。そうなんだ。いや、すごいですね、みんなで楽しそうに。ああ、そうだ、みんな聞いてくださいよ。私とスーパーベビーとジェニーちゃんで旅行に行ったら、なんか顔なしが現れたんですよ。白いお面をかぶってる顔なしが。シュンスTV、シュンスTV。ポリスステンチ、どうしたんですか？シュンスTV、その顔なしというの、私はよくわからないんですが、とても危険な匂いがします。なので、シュンズTV のおもちゃたちでまた作戦会議をしましょう。そうですね。また変なのが攻めてきたら嫌ですからね。いやー、皆さん、とりあえず、このトイストーリールームは平和でみんなで遊んでたみたいです。きっと顔なしは私に対して何か用があるのかもしれませんね。シュンスTV、窓から下を覗いたら白い仮面で黒い体のやつがこちらを覗いています。白い仮面、それもしかして顔なしかもしれませんよ。ちょっとカメラを映してみたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとポリスステンチ、ミスターマイクを使ってみんなに知らせてくれたんだね。ありがとう。その白い仮面のやつって。はい、下にいました。私は見張りをしていたらたまたま見かけましたよ。そうか、ちょっと見てみましょうかね。下に。いやー、今見る限りはいないんですけどね。でも確実に私は見ました。そうだ、ジェニーちゃんのスクリーンロケーションで見てみましょう。そうですね、ジェニーちゃん、ジェニーちゃん、しまった、私ジェニーちゃん旅行に置いてきちゃった。やっちゃいました。皆さん、グランド日光のあのディズニーホテルにジェニーちゃんを置いてきちゃいました。いやー、ミスタースーパーベビーと言ったから、もうスーパーベビーに夢中でジェニーちゃんをホテルに置いてきちゃうなんて。それに、ジェニーちゃん、おかえり。ごめんね、忘れちゃって。そうか、ジェニーちゃんは瞬間移動できるからこうやって帰ってこれますし、それにロッツォとかに忘れたことを気づかれて取りに行かれなくてよかったですよ。こちらのジェニーちゃんまで取られたらマジで大変ですからね。マジかよ。ジェニーちゃんの今のスクリーンロケーションって、もしかして顔なしが家の中に入ってきたってこと？そうか、さっきポリスステンチーが見た時は外にいたって言ってましたけど、今は家の中。やばい、これ顔なしが攻めてきますよ、攻めて。ちょっとおもちゃの皆さん、やばいです。ジェニーちゃんのスクリーンロケーションによれば、
もしかしてこの顔なしがもう入ってきてるかもしれませんよ。ちょっと皆さん廊下にいるかもしれないので、ちょっとどうにかしましょう、どうにかしましょう。ちょっと開けてみますね。よいしょ。やっばいです。やっぱりいましたよ。顔なしか。やばい、どうしようどうしよう。おもちゃの皆さん。金だ。金を差し出してきましたよ。顔なしが。やばい、どうしようどうしよう。うわあ、金だ。ダッキー、ちょっと。ダメ、危ない。ダッキーとバニー、いい？落ち着いて。顔なしは何か企んでるかもしれないから。ちょっと待て、金だ。俺は金が欲しいから、金をくれ。ちょっとダメ、ダッキーダメ。ちょっとバニー止めて。おい、ダッキー、目を覚ませて。ああ。嫌だ、金が欲しい。俺は金が欲しいんだ。ああ。ちょっと、やめて。ダッキー、やめてって、ちょっと。うわぁ、こいつ、大きい口が開いたぞ。ちょっと待って、ダッキー、食べられちゃうよ。おー、やばい、マジかよ。ダッキーが食べられちゃった。今顔なしがダッキーを食べましたよ。やばいです。金が落ちましたけども、くそー、金に夢中になってたダッキーが食べられてしまいましたよ。バニーはなんとか無事ですけども。ああ、そうだ、大変だ。ダッキー大丈夫か。ダッキー、おい、え、今のってダッキーの声？おい、聞こえるか？はい、聞こえますけども。線を出せ。線はどこだ？線を出せ。線って何ですか？とぼけても無駄だ。線はどこだ？線を出せ。ちょっと待ってください。線って何？線って。やばい。おもちゃの皆さん、まさかの顔なしがダッキーを食べて線を出せって言い出しましたけども、一体何のことなんですか？線はどこだ？線を出せ。皆さん、まさかの顔なしが家の中に入ってきましたよ。そしてダッキーが食べられてしまいました。顔なしはこうやって生き物とかおもちゃを食べることができるんですか？そしてダッキーの声を使ってなんか私に喋りかけてきましたけど、あ、ちょっと来ないでください。あ、ちょっと怖い。とりあえず。線はどこだ？線を出せ。線はどこだ？線を出さないとお前を食べるぞ。あの、皆さん、線って一体何なんですか？さっきからずっと線を出せって言ってますけども、線ってもしかして千円札のことですか？わかりました。千円札ですね。千円札だったらあげますから。千円札が欲しいんじゃない。線だ。線はどこだ？線を出せ。ちょっともうよくわからないですけども、とりあえず顔なしは何かを要求してきていることは確かです。そしてその要求に応えれば多分返ってくれると思いますし、ダッキーも返してくれると思います。なのでとりあえず皆さん、ちょっと顔なしと話し合いをして解決してみたいと思います。一体何を欲しがってるんだろう。それじゃあ皆さん頑張って、私は食べられないように話し合いしますね。もうすぐ目の前まで迫ってますけども、それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。じゃないとお前を食べるぞ。いいから線を出せ。わかりました。話し合いましょうね。話し合いましょう。まさか顔なしが家の中に入ってくるとは、私もびっくりだ。そしてダッキーが食べられてしまった。ダッキーは一体どうなってしまったのか、私はとても心配だ。ザーグに質問です。ブラスターで何を飛ばすのがおすすめですか？あと、そのブラスター最強だと思いますか？このブラスターは最強に決まっているだろう。どんな攻撃よりも一番強い。そしてこのブラスターで飛ばすのにおすすめなのは、丸いものなら何でも飛ばせる。お豆三兄弟や真っ黒クロスケだってこのブラスターは飛ばせるぞ。ザーグに質問です。事件があったら言ってください。名前が犯人とはとても生かしたやつだ。事件があったらお前に言おう。ただしお前が犯人であることは間違いないがな。
ザーグへ質問。トトロとマクロクロスケの関係は私は知らなかったが、トトロを通してスマイリーロックさんが教えてくれた。どうやら同じ作品に登場している仲間らしい。私はいまいちわからないが、私とバズと同じような関係、すなわちトトロとマクロクロスケはとても親しい仲ということだ。これを見てる奴ら、チャンネル登録と高評価を押すんだ。高評価は我々のバッテリーだ。そしてチャンネル登録したやつは我々の仲間、その他は敵だ。さあ降伏しろ。